もうそろそろ動けそうな感じですわね。いつまでも周りを頼ってばかりでは悪いですし、私もかっこいいところ。あ、明日は確か新作 RPG の発売日。はあ、もう1週間くらい戦えないふりをしていても大丈夫ですわよね。その間にささっとクリアしてしまえば。ベールさん。今の聞いてました？はい、バッチリ。やだ、ほんの冗談ですわよ。いくら私だってこの非常時にゲームを優先するだなんて。普通独り言で冗談言ったりしないと思いますけど。厳しいツッコミですわね。ともかくこれからは私の獅子奮迅の活躍をお見せしますから、どうぞご期待なさってください。でしたっけ。あ、そっか、今回は初めましてなんだね。私、鉄拳って言います。イストワール様から頼まれてギアちゃんの力になりに来たの。本当ですか？ありがとうございます。で、丸腰に見えるんですけど武器とか大丈夫なんですか？おまけに裸足ですし。私、格闘家だから武器なんて使わないよ。あえて言うなら、この拳が武器かな。格闘家さんか。今までの仲間にはいなかったタイプかも。頼りにさせてもらいますね、鉄拳さん。うん、よろしくね、ギアちゃん。お時間よろしいかしら。あ、ベール、どうしたの？何か用事？ちょっとネプギアにお願いしたいことがありまして。お姉ちゃんじゃなくて私にですか？ええ、実はね、私の代わりにこのイベントに出ていただけないかと思いまして。どれどれ、何何？第5回4女神オンラインファン感謝祭コスプレイベント。コスプレって、参加者には記念品として限定アイテムのダウンロードコードがもらえますの。ということで、よろしく頼みますわね。私、コスプレなんてしたことないし。それに、こういうのって露出の多い服着たりするんですよね。その点は問題ありませんわ、残念ながらね。私たちが囚われている間に
ゲーム業界青少年健全育成条例なるものが制定されてしまいましたから、露出の多いコスプレなんかも規制の対象になってしまいましたの。はあ、条例がなければやっぱり恥ずかしい格好だったのかな。まあそんな条例なんて来年には女神権限で廃止に追い込んでみせますわ。いや、問題はそこじゃなくて、なんで私なんですか？お姉ちゃんだっているし、ベールさんが自分で出ればいいじゃないですか。それが、その日の午後は女神同士の重要な会議が入っておりまして、それがなければ自分で参加するつもりでしたのに。なんだ、ベールのことだからてっきり年齢制限で参加できないんだと思ったよ。ネプテューヌ、少し二人きりでゆっではネプギア、そういうことですから頼みましたわね。衣装は私の方で用意しておきますから。ではネプテューヌ、あなたはこちらへ。あ、なになに、痛いよベール、そんな思いっきり掴まなくても。あれベール、目が怖いよ。それに何、その凍りついたみたいな笑顔。うふふ、何でしょうね。さあこの部屋にお入りになって。え、やだ、嫌な予感しかしない。助けて。大丈夫かな。それにしてもコスプレか、今さら断れないよね。皆さん、今日はよくお集まりくださいました。なんであんたたちまでいるの？無理やり誘われたのよ。私たちはお家で遊んでたかったのに。断れなかった。みんなにも声かけてたんだ、ベールさん。はいはい、おしゃべりしている時間はありませんわ。早速衣装をお配りしますから。まずネプギアにはこちらを。あ、かわいいかも。これならそんなに恥ずかしくないかな。喜んでいただけたようで何よりですわ。ユニはこちらの衣装でお願いね。は？え、ちょっと待ってください。これかなり際どくないですか？あなたのような小悪魔系はそれくらいがちょうどいいのよ。いや、でもこれは。はい、お二人にはこちら。白い方がロムちゃんで、黒いのはラムちゃんね。わー、いいじゃない、お揃いだね、ロムちゃん。お揃い。さて、私はそろそろ会議に行かなくては。それでは皆さん、頑張ってくださいね。ちょ、待って、私本当にこの衣装なの？待ってってば。ねえねえユニちゃん、私の格好どうかな？似合ってるんじゃないの？ありがとう、ユニちゃんもとっても素敵だよ。褒められても嬉しくないわよ。恥ずかしい。そっちだけで話してないで、私たちも見なさいよ。似合う？あ、ごめん、二人ともすごく可愛らしいよ。当然よ、私たちが来たら何だって可愛く見えるんだから。嬉しい。え？もしかして私たち写真撮られてる？向こうに看板が出てたよ、この場所は撮影フリーだって。はぁ、冗談でしょ、写真なんて。さっさと移動しましょう。いいじゃない、写真くらい。ちょっと、ちゃんと可愛く撮ってよね。ブイ、ポーズ決めてんじゃないわよ。ネブギア、あんたからも言ってやって。みんなと一緒の写真か、後で分けてもらえないかな。く、あんたまで。とにかく私はごめんだから。どこ行くのよ、
じっとしてないと変な写真になっちゃうでしょ。一緒に写ろう。ほらほらユミちゃん、笑顔笑顔。思ったより楽しかったね。ベールさんに誘われた時はどうなるかと思ったけど、コスプレって楽しいわね。私は全然楽しくなかったわよ。こういうイベントなら来年も出てもいいかな。またみんなで一緒に来ようね。いや、絶対に嫌。ベール、まだ？はいはい、お待ちになって。この時間ならきっとアップされてるはず。これが妹たちのコスプレ写真ね。わー、すごい、ネプリア可愛い。いかがかしら。これならあなたたちも妹を貸し出した甲斐があるというものでしょ。悪くない。上がってる枚数はユニが一番多いみたいね。それは衣装が際どいから。二人合わせればうちの方が多い。ネプギアはちょっと表情が硬いかな。真面目だから写真慣れしてないんだよね。あ、そうだ、これってダウンロードできないの？当然できますわよ。じゃあお願い、帰ってイースンと一緒に見るんだ。私もイナも喜ぶと思う。ケイに見せたらきっと泣くわね、あの子。私たち全員に収穫のあったイベントになりましたわね。早くも来年が楽しみですわ。この案件はこれでおしまい。では次はこっちね。ねえお姉ちゃん、ちょっと働きすぎなんじゃない？帰ってきてからずっとその調子じゃないか。たまには休まないと逆に効率が落ちるよ。でも3年間も国分けちゃったしね。今できることはやっておきたい。一日も早くラステーションを平和な国に戻さないといけないし。ごめんねお姉ちゃん。私がお姉ちゃんの代わりにもっとしっかりしていれば。ユニが責任感じることはないわ。あなたはちゃんと私の留守を守ってくれたんだから。お姉ちゃん、休憩はこれでおしまい。今のが休憩？今は寝るのも惜しいくらいだし。さて次の案件は。って感じでずっと働き詰めなのお姉ちゃん。へえ、ノワールさん働き者だな。そっちはどう？やっぱり仕事部屋にこもりっきりだったりするわけ？あ、お姉ちゃんはその、お仕事疲れたよイース。もう働きたくない。待ちなさいネプテューヌさん、逃げても無理ですよ。あ、アイちゃん、ちょうどいいところに。助けて、イーソンが私に無理やり仕事をさせるの。このままじゃ死んじゃう。私死んじゃうよ。はい、女神様1名捕獲成功。ネプ、もしかしてアイちゃん、イーソンに買収済み？買収とは人聞きが悪いわね。ネプコが逃げたら捕まえるように頼まれてただけよ。はい、次は逃げられないように椅子にでも縛っておいた方がいいんじゃないですか。ありがとうございます。ほらお仕事に戻りますよネプテューヌさん。いやー、あいちゃんの裏切り者、悪情者、悪魔、
呼んでるわよ。なんかネプギアちゃんの方が。お姉ちゃんはお姉ちゃんでいいところがあるんだけど。そうだ、ブランさんはどんな感じなの？ずっと部屋にこもりっぱなし。全然遊んでくれないのよ。みなちゃんとお仕事してる。みんなのお姉ちゃんは真面目なんだね。ベールさんはどうしてるのかな？ゲームしてたり。まさか。いくらゲーム好きって言っても一国の女神なんだし、さすがに我慢してるんじゃないの？じゃあじゃあ、ゲームしながら仕事してるとか？いくらベールさんでもそれはさすがに。どうなさいましたの、お姉様。まさか風邪を召されたとか？いえ、きっと誰かが私の噂でもしてるんですわ。さ、それより作業に戻らなくては。お姉様、仕事をするかゲームをするかどちらかにはできないのですか？何を言っているの。仕事もゲームも両方おろそかにはできないものなら、両方同時にするしかありませんわ。とはいえ、さすがに一週間の徹夜は体に応えますわね。いや、でしたらせめて少しはお休みになってください。どちらもおろそかにはできないと言ったでしょ。寝たらその分仕事とゲームをする時間が。わかりました、好きになさってください。せめて目が覚めるようにコーヒーでも入れてきます。この様子ではしばらくお休みにはなっていただけないでしょうね。お体を壊さなければいいのですけど。まあ真面目にやってるかは置いといて、お姉ちゃんたちは全員忙しいってことよね。何か私たちがしてあげられることって。お仕事は手伝わせてくれない？休めないならせめて息抜きくらいしなきゃダメよね。息抜きか。そうだ、こういうのはどうかな。何か思いついたの？一体何なのかしらね。私たちを一緒に呼び出すなんて。そう、私も何も聞いてないわ。急な呼び出しは困る。まだ仕事が残ってる。まあまあ、とりあえず行ってみようよ。ネプギアーだよー。いらっしゃいませ、ご主人様。いらっしゃいませ、ご主人。いらっしゃいませ、ご主人様。いらっしゃいませ、ご主人様。何これ。こちらに席をご用意しています。どうぞおかけになってお待ちください。いや、ちょっと先に説明してほしいんだけど。サプライズパーティー？お姉ちゃんたちがずっと働きっぱなしだから、私たちでこっそり企画したの。教祖の皆さんの許可もいただいてますから、今日は仕事のことは忘れてゆっくり楽しんでいってくださいね。そうだったんだ。ネプギア、ありがとう。皆さんいい妹をお持ちで羨ましいですわ。お姉ちゃん、このケーキ私が作ったんだけどどうかな。ユニが。うわー、それ美味しそう。いただき。ほら、ネプテューヌ、なんで人のケーキを食べるのよ。自分のがあるでしょ。だってそっちのも美味しそうだったんだもん。たくさんあるんだし一つくらいいいじゃん。よくないわよ、せっかくユニが私のために作ってくれたのに。そっちがその気なら代わりにそのケーキもらうわよ。これはネプギアが作ってくれた私用のケーキなんだから。先に人のケーキ取ったのはあなたの方でしょ。落ち着いてお姉ちゃん、私が作ったケーキはまだあるから。ダメだよお姉ちゃん。
ん、人のもの食べちゃったりしたら。これはモンブラン。私たちが作ったの。お姉ちゃんに。変な形になっちゃったけど、味は自信あるんだよ。そう、ありがとう、二人とも。微笑ましい光景ですわね。あげないわよ。そんなはしたない真似はいたしませんわ。それにしてもこういう席だと妹がいないのが。あの、ベールさん、このティラミスはベールさんのために作ったんです。よかったら食べてもらえませんか。私のために。ありがとう、とても嬉しいですわ。あ、それも美味しそう。ベール、一口ちょうだい。お断りですわ。これは私のために作られたケーキ。他の方には食べる権利はございませんの。そんな、もうベールのケーキ。お姉ちゃんたち喜んでくれてたね。あんたのアイディアのおかげね。そんなこと。私たちも楽しかったわ。いつもケーキ作ってもらうばっかりだったし、たまには作ってあげるのもいいかもね、ロムちゃん。うん、またやりたい。今度は IF さんたちやイースンさんたちも呼んで大勢でやってみよっか。そうね、それまでに新しいケーキの作り方マスターしておかないと。どんな冒険が待ってるんだろう。私の相すべて本気で行きます。相手は誰。見て学ぶといいわ。相手が誰でも負けるつもり。終わ本気で行きます。器が崩れる。これこの調子レベル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 アップ。
皆さん、準備はよろしいですか？はい。そうですよね。っちゃってるな。全然終わる気しないけど、今のうちに片付けておかないと。きっと今日も。お邪魔しますわ。あ、もう来た。ネプギア、今日も来てあげましたわよ。こんにちは、ベールさん。私まだ仕事中で。あら、せっかく私が遊びに来たのに、仕事を優先させるんですの？それは、だってベールさん、毎日遊びに来てるし。それはもう、毎日だって会いたいんですもの。お気持ちは嬉しいんですけど、その、仕事が全然進まなくて。さあさあ、おしゃべりはこれくらいにして、今日もたくさん用意してきましたのよ。今日もですか？さあさあ、早くお召し物を脱いで。それとも私が脱がしてあげましょうか？いいです、自分で脱ぎますから。そう、では私の方も準備をしないと。優しくお願いしますね。ええ、すべて私に任せて。全然優しくない。何ですかこの恥ずかしい服は。とっても似合ってますわよ。はあ、こういう女の子らしい遊びもいいですわね。私、昔からテレビゲームばかりでしたから。だからって私で遊ばないでくださいよ。こういうのはモデルが良くないと楽しくありませんのよ。私も妹がいたらこうやって遊べたのでしょうね。いっそ本当に妹にしてしまおうかしら。それはちょっとお姉ちゃんに悪いし。お姉さま、着せ替えくらいなら私がいくらでもさせて差し上げますのに。ずるい。ベールばっかりネプギアで遊んで。リク、なんか冷たい視線を感じたような。さあさあ、次はこっちの服ですわ。ほら、早く。